ます。おはようございます。おはようございます。これビッツさんがさ、うん、綺麗になってる。めっちゃ綺麗に直しとるやんと思ったらまさかの、オーナーさんを呼びつけて修理をさせるっていう鬼畜なことをしょるやん。いやいや、そんなことはないです。関東から。いやいや、そらせっかく来たんやったら体動かした方がいい、ね、やっぱり。ひどいやつ。ちょ、ほら、目指すべきところは体験型アミューズメントパークやけ。ああ、そうなんです。ほらもう自らアミューズメントな体験をしてる。そうですけど、はい、素晴らしいでしょ。はい、まあ、ということで、今日はですね。メガーネさんです。ほんまやな。メガーネさんです。ええー、な。やっぱこのオレンジがええな。オレンジ？黄色？めっちゃ黄色。黄色？黄色？オレンジ？山吹色の濃いやつみたいな。うん、そう。やっぱこれがええな。ほんまに。やっぱな。かっこええ。かっこええっすね、うん。やっぱり単純にね。もうこいつはほんまに。で、ちなみにですね、はい、どうぞここから覗いたら見えます。何かが。バルブが。バルブがあるもん。バルブがあるもん。これ。あ、ほんまや。そうなんですよ。ということで、まあ、そんなバルブからも分かるように、はい、やる気満々仕様でございますので、じゃあね、はい、今からちょっとじゃあ下回り見ていこうかなと思うんですけれども、はい、はい、まずですね、さすがルノーさん、まあ、ディフューザー的な、ルーティッシャーの時もそうでしたが、はい、この下回りのこの最後のディフューザーの空力性能へのこだわりっていうのに、はい、もうルノースポールの魂を感じるところなんですが、はい、まあ、やっぱね、あとはこういうちゃんとねメッシュの肉抜きのところを作ってマフラーの排熱がきれいに履けるようにっていうのとかも含めて、うん、まあ、ちゃんとやっぱり空力工学を考えてやってるなっていう感じがいたします。そうですね、はい、なんで実用的でもあるのかなと思います、はい、であとは、とは言いつつもまあほらニュールで速えぞと、はい、速えぞと言ってる割に最近でもあれやろまたシビックそうなんや巻き直したの巻き直したらしいよ。もうでもあそこはな、うん、もういや無理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 やけ、 無理やけ、ほんまに、 ほんまに行ったことあるけ分かるやろ終わる10分切れんけん絶対無理やけほんまにということでまあそんなんですが、まあ、相変わらずといってはなんですが、はい、メガネさんの場合はこのウィーンっていう当初ビームタイプを使っております。そうですね、はい、まあでも太いな、うん、太いごつい剛性があるのとあとねこれさっき気づいたんですけどこの辺は、うん、よまあこれ磁石分、はい、ねバチバチくっつきます。そうでしょうね。まあ、見るからに鉄ですわ。で次こっちの方になるとなんとなくくっつくぐらいになってさらに端っこになるとちょっと弱くなるんですよ。え？そうなの？なので異種合金をちゃんとつないで作ってあるんです、はい、この。金かかっとるじゃないですか。金かかっとんすよ。ただのトーションビームの、はい、何丸の一本じゃなくて、はい、非常に金がかかっとる。これはめんどくさいことをしとるですね。そう、なげん正直ここまでするんやったら多分、うん、ダブルイシボーンとかにしてしまう方が。いやいや。え？もうそんなことをするのはこんなぐらいしかおらんので。そうなんです。なんで普通は例えばもっといい正解っていうのがあったら、はい、その正解をこう取りに行きそうになるところを、ね、はい、やっぱそこをですね行かないと。まあでも多分真ん中のパイプは鉄がいいんやろな。まあでしょうね、うん、はい。っていうところとかにフランス人のあのなんていう変なプライドを感じます。はい。はい、ほんでここら辺見てた時にあとここに膀胱がおる見えますか？あるここ、ね、スタビライザーかと思ったらなんかちょっと違うっぽいよね。ほんでここに車軸の中心があって、はい、車軸というか天打軸の中心があってここにね変なこうアイテムがもしやもしやあれですか、はい、4WS ですか、4WS なんですよ。変わった付け方。そうやろ、うん、変わった付け方やろ。なんかもうこの辺になんか俺の中ではフランスイズムを感じるんやけど、でもこういうえこれでなうえそうか、そうかここがあれなんかこれで動くんってなるやん。あ、さすが。ピローは入っとんですか。なのでですね本来だったら、はい、その 4WS にするためにはこうアームをこう上下にこうしておいて、ね、転打するようなこのハブの取り付けの仕方をすることでちゃんと適切にコントロールをしてやるっていうのがこのリアステアの基本になるんですが、はい、トーションビームでここの取り付けはもう普通にあのこれブッシュです。でこっちもブッシュです。で触った感じは。でもここは L にこうついとんやな。 L にずでもこれはどっちかっていうと多分なんですけどキャンバー、あー調整できそう、調整とかそんなのをするためのやつやけん
多分ほんまにこのブッシュのよれ分、うん、しなりよれ分で曲げてやるの、うん、そう、めんどくせえことするな。いや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 、やっぱりあの素材の味を生かしきるためにやっぱりそっちの方が良かったんだと思うんです、うん、東証ビームを無理くり転打させるためにこんなめんどくさいことをしてるんですよ。そういうことですよ、はい、やっぱ素材を生かしきるね、うん、料理と一緒です、はい、フランス料理と一緒だね多分おそらく。そうやな、はい、まあ、ただなんかこのブッシュが下手ってきた時どうなるんやろうっていう一抹の不安は感じますが、はい、まあ新鮮なうちが美味しいんで美味しいんでやっぱね、はい、料理も何でもそうですが新鮮なうちが一番です。はい、でそうっていう、もうこのリア周りだけで凝っとるな、凝っとるやん、凝っとる凝っとるやろ、うん、そう、でそんな凝ったリア周りを通り過ぎて、はい、まあ、あのこの狭いスペースにこう無理くり入れ込んだ燃料タンクを超えつつ、はい、まあ、前に行くんですが、まあ、ご多分に漏れずちゃんとフラットなところが作られてありつつの、ね、このバカでかいマフラードン、もうリアで、うん、お腹いっぱいになったんで。いや、ま、前の方がまだあるよこいつ前が、はい、で、やっぱ FF で大事なのは、はいはい、リアももちろん大事ですが、はい、フロントも大事です。そうですね、はい、でフロント大事なのでここでまずサブフレーム周りを見ていこうと思うんですが、はい、サブフレームしっかりとこうサンドイッチされたあの構造になっておりまして、サブフレーム自体も面が広くて剛性高そうでしょ。ごついな、はい、でそれにプラスして締結ポイントがほら、はいはい、いっぱいいっぱいね、うん、続けてでネジが太い、そうネジが太い、これそうだからそれだけ太いでこれネジ、その締結の剛性を上げるためにやっているのと、はい、あとはこれです、ダブルアクシス、はい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 、このなんかヘンチクリーンな、そうですね、スーパーストラットの慣れの果て慣れの果てじゃん、いやいやいや進化系そうそうそう、いやスーパーストラットって言った方が多分あの、ね、ここを見てるおじさんたちには伝わるかもしれんけど、日本語の使い方、いや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 、でこれがすごいんですよ、はい、まあ、普通のなこのストラットやったらさ、こうここにも降りてくるやん、そうですね、だけあのこう基本的にそのなんていうんですかね、まず、まあ、トルクステアがどうしても出やすいと、キングピン軸とあれがあのホイールの中心がずれてしまうので、はい、でプラスそれをなんとかするためにここにハブというかナックルというかを1個作ってですね、そうですね、外側に引っ張り出してやることによって、はい、まあホイールの中心軸とそのテンダ軸というかそんなんをまあ仮想化して仮想キングピンでございますわ、はい、ほんでプラスこいつでこのなんていうのこうダブルイッシュボーンっぽい形にすることによって、はい、ここにもキャスターが付けられるんですよ。ああ、はいはいはい、だから普通ストラットの場合って基本的にバルクヘッドがあったりとかするけんあんまなんぼでもこうできへんやん、はいはい、サスのねサスをね位置を変えれへんやん、うんうん、でそれをここで仮想でこのキャスター加工をつけれることによって直進安定性と、はい、あとはキャンスターがつくってことはハンドル転打した時のキャンバー、はい、あれも FR みたいに変えれるんですね。すごい、でももうほぼダブルウィッシュボンですね。そうですね、うん、はい、もうほんなっけんあのこいつはほんまにすごいちゃんでございます。なんかでもここまで手かけるんだったらもうダブルウィッシュボンでええんじゃないか。ダメ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 、違う、そうなったら今度フレーム側に加工せないかんでしょああ、まあ標準車との兼ね合いがあるんですかね。そうそう、だから何回も言いますが、うん、素材を楽しむこと、はい、そうやな、これがフランス料理です。まあ言うて、はい、本来はファミリーカーやけんな、はい、そうです、はい、ね、だからもうそれこそやっぱりこういうものづくりを見ていると、はい、もう俺はタイプ R を思い出す昔の、あ、まあ、今のはちょっとよく分からんけど、うん、個人的には、はい、なんであのその頃を思い出すあの開口実こだわりやな、これはこだわりですよ。でもね、例えばこういうところも俺はフランスやなと思うね、こういう溶接の継ぎ目にワックスを塗っとるわけですよ、はい、そうです ね、 ね、で機械塗りなんか手塗りなんか知らないですよ。このワックスピューってやってそのままビャッビャッってこうはみ出とるこういうところでも、うん、あのフランスイズムをあの多分に感じるっていう。そうですね、であとは、はい、まあ、ルノースポールさんが頑張ったんやろうなっていうのが、まあ、あのルテシャの時にも説明しましたが、うん、フロントの締結剛性を上げるためにこういうね、あ、もう、はいはい、そこね、取ってつけたかのようなこ、ね、そうこのボ、ね、サブバーを、はい、こんなんあんま見たことないよね。ないっすね本当に。でもこういうのつけたりとか、あとはここもほらこんなに太い、そうっすね、断面で前までガンガンって言って、うん、
いうか前もあれやな、 ここまで、はい、そうです、太いの、ここまで太いに来てメンバーこれ抜いてます、上まで、はい、なんでもうこれがすごいでございます、本当にすごいやん。そうなんです。まあなんでね、はい、やっぱりそのなんて言ったらいいの、これぞマニアの車だなとそうやな、うん、まあ、そこまでやるか感があるね。そうそうそう、だって普通はここまでするんやったら何回も言いますが、うん、別のでしたらええやん。そうやな、まあ、わざわざファミリーカーにこだわらんでええんちゃうんみたいな。そうそう、そこをやっぱこれをメガーヌっていうのをベースにして、うん、で自分たちの持てる技術っていうのを、はい、もう惜しみなくふんだんにこの出していくところにやっぱフランス人ので、はい、心意気を感じます。フランス人で会ったことないけどな、うん、俺、え、ほんま、そん、え、知り合いおる？おるおる俺は数々のフランス人に終わってきてる今まで。ほんま？プジョーってやつと、うん、シュトロエンってやつと。あー、そっち？でもなんかさ、大体同じ匂いせん？うん、する。なんか変なこだわりポイントが多いよね。そうなんです。はい。まあ、ということでちょっと長くなりますが、はい、じゃあちょっと舌下げてね、はい、最後試乗してから終わりたいと思いますので。あれですか？え？やっぱご多分に漏れず、はい、エンジンルームはあれなんですか？見ときましょうか。じゃあエンジンルーム次いきます。はい、じゃあエンジンルームご会長ということで、はい、でーん、期待通りやな、期待通りのフランスカーやろ期待通りやな、これはすごいやろ。だって現代の車やったら絶対的にカバーをつけそうなところは、そうやな、もうこれがカバーだろと、もう、ね、まあ、そう、分かるけどさ、このガチャガチャ感、そうやろな、これこの例えばこのさ、ノック、O2 とかその辺のさ排気センサーとかのさ取り回しのこの線でも一応ほらステーでこうやって止めとるやん。そう、ステーで止めとるけどこの直角円かなとか、あとはね、僕こう君に気になったのほら見て、え、これなんでむき出しやん。多分車種によっては ISC 的なやつとかがここについとんやか、まあ、もしくは水かどっちか忘れやんけど、はいはい、ホースが刺さったんやと思うんや、うん、でもスロットルボディ共通やけん、あ、もう、まあ、使わんのやったらエッカーで普通やったらさ、そうですね、蓋したくなるやん、したくなる、カバーするとかもう、うん、ミクラ線つけるとかさ、とかしたくなるやん、なるし、うん、あと、うん、個人的に、うん、これどうなんやろな、これいやいや、もう性能は担保される、いや、さっけどさ、なんかこう美しくないやん、いやいやいや、バッテリーの上またぐ必要ありますみたいな、いいじゃないですか、別にそれが一番最短ルートでパワーが出るルートだったんですか。そうなんかもしれんけど、そうなんです、なんていうかこのエンジンルームのガチャガチャ感はやっぱ、そうなんやって、すごいよな、なんかもう収まるところに無理やり入れましたくらい。そう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 。でもなんか微妙に気使ってここら辺膨らへんようにね、こういうワイヤリングとかはしてあるやんか。まあ、それはあれやろ、ん、性能に直結するんで。そうなんよ、そうなんよ、だけど俺は割と好感が持てる、うん、俺の仕事もこんな感じやっけ、まあまあ、そうやなそうですね、あの黄色いセブンちゃんもな、そうそう、こんぐらいの感じやもんね。そうそうそう、いや、うん、もう見えなかったらいいんでって言って俺も蓋したくなるけん俺割とフランス人の気持ちは分かる。なんていうん、このオイルのキャップとかもさ、なんかこの微妙にこうずれたとこについとったりとか、いいですよ、もうここでいいんじゃないですか、いいんです、いいんです、別に問題ないです、全然ね、やっぱりね、フランス人とはちょっとシンパシーを感じるけど、ちょっとフランスに行きたくなってきたな。なんやろな、なんか大変。まあだからドイツが好きな人とか、うん、日本車が好きな人は多分合わないでしょうね。そうですね。俺なんかもうちょい整然とパイピングしたい方やけど。ああ、確かに。うん、僕全然あんまり気にならない方ですね、これが。だってもうどれがどれか分からへんやん、これ。え？それ分かろうとしないから分からないんですよ、これ多分おそらく、ね、いや分かりづらいそうね、うん、だからまあここら辺もやっぱフランスのね、はい、出雲を感じるところでございますので、ね、はい、じゃあこれがと、はい、蓋閉めて走ったらどうなるのか、次行ってみましょう。はい、はい、ということで似合う俺、まあ、ギリギリやな、ギリって見てください、ギリや、これなんかね、ここでね、はい、いろいろ選んだここの色とかがあります。本当に赤、これすごいやん、オレンジ、これ、おお、はいはいはい、はあはあ、あ、ここも変わるよ。そうよ、いろんなところが変わる。すごい、まあ、この辺のなんか遊び心とかそんなんが、まあ、なんていうん、こう感じるね、それは。じゃあ、はい、何色でいくんですか。ラブホ色で、ラブホ色で、はい、ラブホ色でいきましょう。はい、
やっぱりブクブクする水槽ぐらいが欲しくなりますね本当に。これが一応今ノーマルモードですかね。ノーマルでもさ、いかげんボーボーヨールで。そうですね、ボーボーヨールます。ただ、凄まじく乗り心地は割と思ったよりもソフトですよ。そうですね、はい、ルーちゃんほど硬くないですね。そうですね、ルーちゃんよりも高級感、高級感が全然あるという、まあやっぱ車格が違うんだろうな。硬いんは硬いな。硬いは硬い。硬い硬い。やっぱり角が丸いな、うん。そうですね。だからこういうギャップ、うん、もうこの道路工事の後の配管掘った後のもっこりとかを通っても全然不快じゃないんやって。この辺がやっぱすごいよな。で、何気に高いショックが使われてる感じです。いや俺やっぱな、ダブルアクシスすげえな。こうやって点出してこうクニクニって曲がった時の、はい、このここのこうやって切るやん、うん、でこっからのこのセルフステアの戻り方がめちゃくちゃ FR っぽい、うん、そう、はい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 、はい、この辺さすがやな。ほんであとはもう常用域のトルクがむちゃくちゃ下から来るけん、うん、もうなんていうの、飛ばさずにこうやって普通に走るだけでもこの子は気持ちが良しです。高級感あるな。高級感窓閉めたらめっちゃ静かやし、窓閉めたらめっちゃ静かやしな、ほんまに。そうなんですよ。で走りながらこの RS ドライブボタンを押すと、はい、なんかスポーツとかできるらしいんですよ。だからスポーツになるじゃないですか。もうやる気のあるボタンになっていいの。あばば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 ば。ちょっといいですか。はい、ちょっと早いですね。ちょっとやっぱ300やったかな確かこいつ。なかなかのパワーやな。でもすげえよ、ハンドル全然振られんよほんまに。そうですね、うん、ハイパワー FF なのに。そう、もう昔のオラが農場ったスターアレットやったらもう今頃暴れてワヤになっとるのにって思いながら。そうでしょうね。まあ、例えばルーテシアとかと比較しても全然暴れないっす、うん、そうですか、はい、やっぱすごいですね。まあでも、うん、なんかええな。でスポーツモードにしとってもそんなに不快じゃないよ。あ、全然、うん、全然いい。でこれで確かレース、レース、あ、もうさらにピックアップが変わったんです。めっちゃ鋭い。ちょっとこう足踏み込むだけで全然鋭いわ。あ、メーターが全然違うな、なんか表示が、うん、そう、メーターがかっこええもん。ほんまに。そうですか。これはねすごいですよほんまに。なんでなんかこうやって、はい、ハンドルの重さとかそんなんも変わる、うん、変わるというか、うん、もちろん変化があるけん、よりなんていうん、そのこの辺りのハンドルこうやって点出してった時の、はい、このフィーリングっていうのがめちゃくちゃ読みやすい。スポーチー感が出てくるんですか。うん、この押してこうやってハンドル切ってった時の、うん、その重さ感って言ったらね、うん、がものすごくちょうどいい。ほほー、ほんまになんかちょっと欲しいなこれ。これちょっと欲しいな。じゃあレンタカー追加しますか。そうですね。メガ世界のホットハッチメーカーみたいな。ホットハッチメーカーみたいな。あ、ほら、プレッピングがめちゃくちゃええ音しておるよこれ。ええー、な。はい、そうなんや。なんで、はい、はい、今ちょっと乗させていただきましたが、まあ、非常にですね、もう気持ちがよろしいでございます。そうっすね。はい。で、じゃあちょこっと最後レースも。はい、変ですか、やってみよう。大丈夫ですか。よっ、5、おーしゃーい、はい、ほんでブレーキも効く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 、はい、さすがにあれやな、はい、なんすか、フルスロットル低いギアだと書いてますね。書いてますね、うん、確実に今RS デフが効きました。そうですね、はい、なんで制御が入ったのよく分かりましたが、まあでもそんな感じでね、まあやっぱこのでもボタン一つでこんだけやっぱできるのが非常におとなしくていいかな。普通にいいですなこれ。だからこのなんかセーブモードかな、うん、普通モードにしとったら、うん、もうなんちゃ怖くないほんまに、ね、なんでぜひ皆さんもですね、機会があったらやっぱりこういう車作りっていうのに、うん、まあ触れることによって多分そのなんだろう、自分たちが乗ってる車とか他の車も良さもよくわかると思うんですよね。そうですね。だから昔おじさんがさ、うん、
なんかあの車はどうたらこうたらとか、なんかあの時はどうたらこうたらみたいなことよく言うやん。よく言う、うん、あれも多分な、その当時はその味が濃いやつらばっかりやったけその要は比較が多分こう自然と身についたんやと思うよ、うん、だからまあ今の時代のその車だからこそ、こういう例えばちょっとフランスの極まった車とか、うん、まあ、ドイツの極まった車、まあ、日本の極まった車、アメリカの極まった車っていうのに触れることで、はい、よりこうなんか自分たちの車の良さっていうのも分かるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひ試乗する機会があったらね、していただけたらと思います。いいっすね、はい、でも椅子がええ、やっぱりフランス車はやっぱ椅子がええんや、椅子がええな、ほんまにやっぱあれだ。ちょっとこの椅子をうちのエルフにつけてもらえますね俺も欲しいこれはほんまに俺は、ね、はい、はい、ということで、まあ、はい、そんなね、あのメガネさんでございましたので、はい、まあ、またね、我こそはと、はい、オラの車の方がもっとええぞという方がいらっしゃいましたら、まあぜひね、次何手挙げてください。リクエストでもな、え、意外とさ、はい、シビック R おらんな。そうやな、じゃあ現行シビック R でもええし、 FK の、まあ、俺はでも顔だけで言ったら前のガンダム顔の方が好きやけ、うん、FK でもいいですし、まあ、またね、あの、はい、ご要望ありましたら皆さん、あの、持ってきてください。そうですね、はい、世界のホットハッチメーカー、世界のホットハッチメーカーをそろそろ埋めていきたい。下回り動画、はい、多分、はい、こんなんやってるやつは多分世界中でそんなにいないんで、はい、需要もあるかどうか分かりませんが、はい、ませんが、また皆さんよろしくお願いいたします、はいはい、ということで、チャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。